水曜バンジー浅井企画プレゼンツ空ゆけプチワン、いやいやいや、さあ始まりました空ゆけプチワン。この番組は毎週2人の浅井企画若手芸人が登場、楽しいトークをしながらより2人がお互いのことを深くして、さらに放送をお聞きの皆さんにも浅井企画若手芸人のことをより深く知っていただこうという番組です。うん、なるほど。今週お送りするのは先週に引き続きまして私、浅井企画の木村太江牧野ってとこです。ちょっと似てる。よろしくお願いします。8割似てます。いや3割ぐらいは似てると思います。盛りすぎでしょ。はい、そして今週のお相手はこの方に来てもらいました。どうも、浅井企画の核弾頭侍侍イトキンです。よろしくお願いします。そしてもう一人、この番組の唯一のレギュラー県2人の見届け役、作家のコンさんです。お願いします。じゃあコンさん頑張るぞ。コンさん頑張りましょうね。はい、お風呂も入りましたからね。はい、はい、綺麗です。綺麗ですね。押上の東京スカイツリー近くのワロップスタジオより45分間の生放送をお送りいたします。初めの30分間は無料放送、そして残りの15分間は番組有料会員だけが聞くことができるエクストラタイムとなっております。さてさてさて、完璧でしたね。完璧でしたね。完璧に読んでましたね。はい、私、ネタでもこんなにスラスラ、噛まないで言えたことないぐらいスラッと言えましたね。調子いいですね。調子いいですね。やっぱり今日は一旦寝てきたのが良かったですね。やっぱ寝てからのあれはね、はい、僕はねバイト上げてガッツリ疲れてるんで、ね。よっしゃ。なんで？イトキンさんとはそんなに実はあんまり喋ったことないですよね。そうなんですよね。実はそのスクールではだいぶ先輩なんです。ああ、なるほどね。同じがスクール、カメディスクール、はい、そうなんですよね。第1期生なんで ね、記念すべき、はい、そうなんです。同期誰いるんですか？ヘイタクちゃんさんと、はい、あとバービーさんの相方のはじめちゃん、そうですね、ホーリーラブの、ホーリーラブのはじめさんがいらっしゃる。あと牧野捨ててこって、あと牧野捨ててこ、三大巨頭で随分差があるわ。くぅ、ちょっと見えないと思ってこまねちゃうんだよ。やめてもらって。すいません、下の方で。そうですね、はい。あら、この微妙な間はどうしたらいいですか？知らないと聞くんじゃないよ、本番の時に。はい、そうですか。それではチームの後、いよいよスタートです。